ここはいろんな神様が住んでいる天界。中でもセキュリティの神様は最近大忙し。今日はそんなセキュリティの神様の働きぶりを少し覗いてみましょう。ああ、忙しい忙しい。ホームアルソックコネクトのおかげで救える人が増えて忙しいの。24時間365日自動で駆けつけのオンラインセキュリティとユーザーに通報連絡、依頼をすればアルソックが駆けつけて費用も抑えられるセルフセキュリティ、この2つのプランで今まで以上にいろんな人や家庭を救えるのじゃ。救える人が多すぎて選ぶのも大変じゃが、次は誰にホームアルソックコネクトを授けようかな。アルソックのおかげでセキュリティの神様も嬉しい悲鳴のようですね。下の子が生まれてもう3年、時が経つのは早いな。念願のマイホームを建てたけど、最近は物騒な事件も多いし、ちょっと心配だな。人生順調のようだな、青年。しかし、セキュリティに悩みがあると見える。あなたは誰ですか？私はセキュリティの神様じゃ。そなたにホームアルソックコネクトオンラインセキュリティを授けよう。オンラインセキュリティ？そうじゃ。そなたには守るものがたくさんある。24時間365日、いつでもアルソックが自動で駆けつけてくれるオンラインセキュリティなら、心配性のそなたでも安心じゃろう。心配性なのを見抜かれてる。確かに今の僕にはオンラインセキュリティが必要なのかも。それではホームアルソックコネクトオンラインセキュリティを試してみるがよい。オンラインセキュリティにしてみたら、いろんな機能やサービスが充実していて、我が家にはぴったりかも。警備のコントロールは無線操作機やアプリ、 ID キーにアルソック、NFC シールといろいろあるから自由度が広がって嬉しいね。自分と妻はアプリでいいけど、スマホを持っていない子供でも無線操作機の10キーで操作できるのは助かるね。アルソック、NFC シールはスマホをかざすだけで警備のオフができるから、玄関ドアに設置しよう。無線操作機は壁付け設置か据え置き設置か選べるし、インテリアに馴染むデザインで家の中を自由に持ち運べるのが本当に便利。ある日、スマホに侵入通知が。急いで帰ると、そこには頼りがいのあるアルソックのガードマンが。先ほど裏口の窓から侵入がありましたが、すぐ対処しましたのでご安心ください。窓の修理代がかかるな。ご安心ください。ホームアルソックコネクトをご導入いただいている建物であれば、見舞い金として10万円お支払いいたします。そうなんだ。ホームアルソックコネクトを導入しててよかったよ。この機にできるだけ施錠確認センサーをつけよう。しかし24時間365日、自動でアルソックが駆けつけてくれるって安心だよな。やっぱり家族や財産が増えて守るものが多い人にはホームアルソックコネクトオンラインセキュリティじゃな。やっと念願の新車をゲットしたぞ。でも昔マイカーを盗まれかけたことがトラウマなんだよな。ビルトインガレージだけど、
本当に車は大丈夫かな。お悩みかな、青年。あなたは神様？そう、私はセキュリティの神様。そなたにホームアルソックコネクトセルフセキュリティを差し切るよ。セルフセキュリティ？何それ。大切な車を守りたいんじゃろ。それなら自分に通報連絡が来て必要に応じてアルソックを呼べるセルフセキュリティがおすすめなのじゃ。費用も抑えられるしの。それに24時間365日センサーが感知すれば自動でアルソックが駆けつけるオンラインセキュリティへ、機器はそのままで簡単にアップグレード申し込みができるんじゃ。確かに新車で費用がかかったし、車を守るだけならコストを抑えてセルフセキュリティかな。やらしい。それではホームアルソックコネクトセルフセキュリティを試してみるがやい。防犯カメラ設置 OK っと。これでいつでも車の様子を見られて、何かあってもスマホに通知されるから安心だ。何かあった際には遠隔でブザーも鳴らせるし完璧。防犯コストを抑えられるセルフセキュリティは今の俺にはぴったりだよね。来年には家族が増える予定だし、オンラインセキュリティの申し込みも考えようかな。ピンポイントで守りたいものがあるなら、まずはセルフセキュリティで防犯対策が賢い選択じゃな。人生の分かれ道はたくさんありますが、最良の選択は神様でも分かりません。しかし犯罪や危険は未然に防ぐことができるのです。そう、ホームアルソックコネクトなら。